ガイダーレへようこそ対談企画イエーイ一律の志向が加入しました背番号15番石田祐介です。ガイダーレ鳥取、去年は17番だったんですけど今年から9番に変わりました田口也です。お願いします。お願いします。カメラマンの梶作です。今日は私が2人を引き出していきたいと思います。お願いします。お願いします。じゃあ早速2人は学年は一個違いでお互いサッカーの名門校出身だと思いますけれども、高校時代からお互いの存在は知ってた人なんですか？自分はゆうやくんの大の選手権でゆうやくんを知ってました。僕は知らなかったです。ひどいなぁ。ひどいだけじゃなくて本当にシンプルに知らなかったです。でも自分たちが勝ってたら、あ、そうっす、4回違ったんですよね。僕らと当たるはずだったんですよ。でも自分たちが日勝に負けちゃって初戦で、で、ゆうやくんできなかったんです。そうです。で、今日でまだ指導して5日なんですけど、田口選手から見た志田選手の印象を教えてください。ゆうすけは、まず練習会来た時は高校生の体はちょっと好きじゃなかったですし、いや本当にプレー面に関してはすごい、なんていうんですかね、いい選手だなと思いましたし、すごい真面目なんですよね。もうマジで真面目だなと思ってて、リキさんのミーティングとかも鉛筆でノートで書き写してるんですよ。本当にぐらい真面目なんですけど、2日目から舐めてきてます。いや、なんですか。舐めてないです。いや、最初の1日目だけでした。もうずっと舐めてます、俺のこと。やっちゃっていいですかとか言われて。それは言っちゃいました。いや、全然いいです。それは言っちゃいました。それがすごいガンガン来てほしい。あと1回、笑顔が可愛らしい。何か似てると思うんですか、さん。なんか似てないですか、笑顔。なんかに。いや、誰？なんかこれ見て。ミヤゾンに似てないか。やっちゃったじゃないですか。ミヤゾンって言われてます。はい、じゃあ逆に石田選手から見た田口選手の印象を教えてください。はい、これ。練習参加に去年の11月にさせてもらったんですけど。その時にすごいこう話しかけてくれて、で自分がそこでこう、なんていうか自然にプレーできたのが、田口選手の、おかげでありますし、あとはこう練習とかやってても、こうハイクオリティでマッチアップできるんで、自分としてもこういい環境だなって思いますし、またこうオフの場面には、お風呂に連れて行ってくれたんですけど、昨日そういうのもあってすごいお世話になってます。それは去年、ヨウさんって言った、ヨウさんにいろいろしてもらってるんで、それを後輩に還元していかないといけないなと。ありがとうございます。早速、後輩ができて、面倒を見てあげて、今までしてもらってたんで、ありがとうございます。ちなみに、取材で石田選手はガイナーレの選手で目標とする選手はいますかって聞かれたときに、田口選手の名前を挙げてたようなんですけど、はい、ほんまか？ほんまっす。これはほんまっす。ポジション違いますけど、こう高卒で自分と同じ状況で、8点プラス試合数30試合数出てて、そこはこう超えたいですし、超えなあかんなって思ってます。今年28しかないけど、はい、その30あ、そうか。ゆうやくんより結果残せるように9点取ります。バックラインで9点取ります。はい、練習参加を昨年した時の印象だったり、はい、ガイナーレに加入を決めた理由を教えてください。はい、参加した時の印象としては、先輩たちがすごいこう自分の意見もこう取り入れながら、その先輩たちの正解というか経験とか積んだのをこう還元してくれたので、そこはこう本当に良かったですし、ここなら成長できるなって思ったのと、あとはゆうやくんがいたんで、ゆうやくんがいたから、ガイダーレ。どれに笑ってんの？絶対嘘っす。いや、ほんまです。ちなみに練習参加してた時は、はい、田口選手は結構親しくしてたんですか？はい、もうめちゃくちゃこう、親しく。してないですよ。マジですか？あれ、嘘ですか？なんか俺らと K の間にひょこってきて、いや、俺声出していいっすか。声ないっすよね。ちょ声出していいっすか。はい、一応楽しいです。声出しちゃいました。なんか結構こいつからガンガン喋ってきますし、トモさんにも僕自身練習参加の時、
陽さんだったりいろんな人が喋りかけてくれた時にやりやすかっただろうっていうふうに言われてたんで、そこもまあ気にしてやれっていうふうに言われてたんで、まあ、そこは同じ高卒ですし、ちょっとやっぱこいつが可愛いとかじゃないですよ練習中も昨日でしたっけ、あのサーキットの時なんかすごい声出してるんですけど、あのもう多分声出すことに集中すぎて何言ってるか分かんないですよ多分外難に行こう行こう行こうなってたと思うんですけど、はい、なんだっけな、おい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 って言ってた声がなくて、やっぱ全員で盛り上げたいなっていうのと、もう全然少しくらいこう乗り越えようっていうので声出したんですけど、リキさん怒られました、体動かせ、はい、よし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 おいおいおいって言ってて、何言ってるか分かんないんですけど、まあ、とりあえずみんなもう、ええぞええぞってなってるけど、はい、若干もうあの、みんな言わしたい感がそうですよ、面白いんですよ、聞こえないとか言われるんですよ、いけいけって言われたら何言ってるか分かんない、しゃいがいがーしか言ってないですよ、だって自分で言って自分で返事するんだけどよし行こうって、よしよしよしって言ってるんで、ありがたい、いや俺らも言ってるんですけど、もうそれ飲み込まれちゃうんで、飲み込んでいこうかなって、そこは元気に出るんで、はい、特徴だよね、はい、はい、そうですね、よく話したなと思う選手とか仲良くなったと思う選手はいますか？年が近い人は結構グイグイ行ってます、またそのグイグイ君が自分、まあ、あれなんですか、性格上グイグイ行っちゃうタイプなんで、いろんなことをこう還元してほしいというか吸収したタイプなんで、ベテランの人にも、石井さんとかベテランって言っていいか分かんないですけど、年上の結構離れてる人とかにもガツガツ言っちゃいます。健吾さんにも声出してましたし、健吾さんナイスとか言ってましたね。いや、その後健吾さんに一度元気だなパチンって言ったらちょっと怖かったです。しかもその後俺にいや、大丈夫ですかマジ自信ないしてあとで呼ばれるかと思いました。でもそんな全然めちゃめちゃ優しい、ね、でもほんまに優しいです。いや、鳥取の人は本当全員優しいです。じゃあ逆に田口選手から見て、石田選手はチームでどんなこれから存在だったりキャラクターになっていくと思いますか？まあ最初練習会の印象は正直本当にもうマジで真面目な、今も真面目なんですけど、ね、なんか超真面目でなんかちょっと かかりづらいなって印象は正直あったんですよ、僕の中で。なんかもう本当、ま、何言ってもはいとか、俺電話してもはい、もしもし石田ですから絶対入るこんばんは石田です、一応で絶対でももうってて、まあ、そういう感じかなと思ってたんですけど、まあ、実際喋ってみたら余裕で俺の顔見て笑ってきてだから何もしてないのにこう見つめてきたりとかするんで、まあ、そういう面ではいじられキャラとしていくんじゃないですか。まあ、去年も僕全員からいじられたんで、まあ、そこのポジションを奪われないように、まあ、頑張りますね。まあでも本当に明るいチームが元気になるんじゃないかなと思いますし、まあ多分困ったら多分これ取ってはい、困ったらもうこれやっときますじゃあ、まあ、2人は強豪高校出身っていう共通点がありますけど、まあ、石田選手は市船のキャプテンも務めていたということで、そこで得た経験だったり大変だったこととか教えてください。大変だったことは、まあ、チームをまとめるとかそういうのも自分得意というかそっちは好きなんで、まあ、大変なことはコロナだったんでこう直接サッカーで関われないっていうのは大変でしたけど、まあ、自分はこうまとめるのが好きなので楽しかったっていうのがもう率直に思ってます、はい、でもほんまにこう自分たちの一応話になっちゃうんですけど、自分たちの代すごくこうサッカーが好きな選手が多かったんで、まあ、その面でやっぱ外内もそうだと思ってますし、まあ、朝早く来てそういう人がしてる選手めっちゃいますし、まあ、そういう面では自分もこうついていってなんか先頭立ってっていうのはまあやっていこうかなって思ってます。じゃあ話は分かりますが、じゃあ鳥取県の印象ってどうですか？鳥取県の印象ですか？どんなイメージがありますか？砂丘しか知らなくて、で空港着いた時にあのゲゲゲの鬼太郎いて、で練習参加の時も何ていうんですか、ね、鬼太郎電車ってあるじゃないですか、うん、あれであの座席が鬼太郎とかだったんで面白かったですちなみにこっちは電車じゃなくて、あ、汽車ですか、うん、あ、それ自分の実家も徳島なんで徳島は汽車しかないんですけど、あ、はい、おすすめしたい鳥取県の
場所だったりなんかおすすめスポットだったり。いや僕夏嫌いだったんですよ。今まで走りめっちゃ多いし、砂丘走りに行ったりしたし、鳥取でのプロ去年1年目で海結構行く機会があって、海めっちゃ綺麗です。ちょっとそこで夏好きになったんで、まあ夏は海連れて行きたいなと思います。お願いします。嫌です。何言うた。海いいっすよね。あとはまあご飯、まあ、大山も登ったらいいと思います。大山登ります、今年1回は。じゃあ最後に、はい、今年の意気込みとサポーターの皆さんへメッセージをそれぞれ石田選手からお願いします。はい、プロ1年目ですけど、まあ、ガイナーレのためにこう自分の持っている最大限の力を出して、まあ、J3 優勝、J2 昇格に向けて、まあ、日々こう努力していくのは当たり前ですし、まあその中で、まあ、自分に足りないものをしっかり見つけて頑張るので応援お願いします。まあ、今シーズンは、プロ2年目ということで、またガイナーレのユニフォームを着て今シーズン戦えることは本当に僕自身嬉しく思いますし、まあ、昨シーズンは8ゴールっていう、まあ、僕自身掲げていた10ゴールっていうところには2点足りなかったんで、まあ、まずそこは個人としての目標が、10ゴールっていうのは、まあ、あくまで最低ラインっていうところで、まあ、それ以上取って、まあ、得点を狙っていきたいなと思いますし、チームとしても去年は4差で昇格を逃してしまって、まあ、そこの4っていうのは今年埋めるだけのトレーニングはしていきたいと思ってますし、まあ、チーム全員で戦っていきたいと思うので、サポートの皆さんも今シーズンまたガイナーレでよろしくお願いします。じゃあ最後カメラに向かってお別れしましょう。バイバイ。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。